えー、こんにちは黒田和之です今日もご視聴ありがとうございますえー、今日はですねバスドラの踏み方についてご質問があったので、えー、解説していきたいと思いますバスドラっていうのは基本的にまオ、あ、ー大台庫なんですけどこういうペダルを使って踏む形になるので、えー、こ今日はちょっとペダルを大きめに移しますでえっ、ー、とヒールアップとヒールダウンっていうのがあるんですがヒールアップっていうのはかかとを上げた状態でそのまま足の重さを全部使って でヒールダウンっていうのはまあお聞きのように音量がどうしてもヒールアップの方が大きいですね体重を全部乗せれるんでこれヒールダウンだとここの力だけでこう押さえつけるだけなのでこっちは体重乗せるじゃないでこっちは体重乗せないのででえー、っとこのヒールダウンの時は大概そうですがヒールダウンでこう押さえつけることもするんですけど基本的にはヒールダウンの場合はこういう。 このいわゆるその叩きつけた時にヒールアップの時にこう押さえつけることが多いんですねで押さえつけるのはここに毛布とかが入っててで完全に音を止めてそういう音色にしてしまえばこの方がいいんですところがえっ、ー、とミュートをあんまりしてないもの要は毛布がたくさん入ってないものですね、えー、今今度ミュートをちょっと外してみましたそうするとこういうバスドラの音色の場合に。 こうやって踏んでしまうよりはダウンダウンって音をこう伸ばしてこうドーンってこう投げてしまった方が音が良くなるというか例えばフロアタムで試してみてもっていう音に対してこの銅がものすごくなるんですねこの方が。詰まった音よりもこっちの方がいいですね。ただその 現代の日本の PA さんのやり方だと基本的にはもう打撃音音だけ取っっってててししままあととはもうう PA さんんの方でで作ってしまうことが多いんですねそうするとドラムのコントロールっていうよりかはドラム的にはちょっとスイッチみたいな感じになってしまうんですがでこういう音色になってくるともう音量勝負になってくるんですねだからあのー、僕なんか菅沼幸三さんの弟子なんで幸三さんなんかやっぱりハードロックバンドとかにやっぱり入るともうとにかくこうその。 音量の調節とかじゃなくて、全部フルマックスでいくで、ギターもいわゆる。その音量を最大にしてで歪みも限界まで上げるわけでしょ。要は歪んだ。全開の音でずっと生き切るっていう形の方が。 まあああいう音楽の場合はいいわけですね要はパワーをずっとみたいな要は音楽っていうのは僕いろいろ考え方があると思うんですよ僕こう音楽一曲の間でこういう山を作ってしまうのかそれとも人生の自分の生活に対してライブを見るっていうところはもうマックスずっと刺激が欲しいのか要は二時間刺激をガーってもらってはあスッキしたって変えることによってその なんていうかその得られる快感っていうのもあるしだから音楽の中でこうわびさびっていうのは一つける必要はないっていう考え方も全然あると思うしでそのマックスでやるけど例えばドラムが抜けたとことか入ったところだけのわびさびっていうのももちろんあるわけですから,からいろんな考え方があるんですね。だからこここうううものすごくこうハードドな音楽ををややるる場合はっっぱりこうバスドラをずっと全開でで踏み切るで、えー でヒールアップでもその瞬間にかかとに体重を乗せてこういうふうにオープンオープンっていうのはつまりこのだこう押さえつけないやつね押さえつけるやつをクローズと言います押さえつけないやつをオープンで言いますクローズで踏むのでもヒールアップなんだけど、えー、こう。 オープンっっってていうのもでできるんですね僕はどっちかっていうとこっちを使いますでこっちの方が僕は響いてる感じがするし音量っていうかその全体のドラムでのバランスでいうとこっちの方が音量がでかいと思うんですねこれを菅沼講座さんから教えてもらったエピソードなんですけど「シャゲアスカーで演奏してた時の、えー、最後の 年末のコンサートでね、ハッピーニューイヤーの瞬間までこうドラム叩いててハッピーニューイヤーで急激に音量をバーンって上げてほしいっていう話をしてたんですってでそ,のそれまではすごい力抜いてすごいスパンスパンって感じで叩いててでそこでブワーって音量出したら後で聞くとそっちの方が音が詰まって聞こえてあの音量が下がって聞こえてるんですって遠くから聞くとやっぱ遠くから鳴ってる音っていうのは楽器が鳴るか鳴らさないかなのでだからこう。 要はもうこれで音量勝負だったらもう体重乗せるのとこのペダルのクランプで考えなきゃいけないんだけど要は僕的にはねジャズだから前後の流れで手前を下げればそこが大きく聞こえるんで要はそのそこのマックスの部分をどんだけ大きくするかっていうのはまあもうそこはもう仕方がないわけじゃないですかだから手前を下げるっていうこともしたりとかすればいいかなと。でえっとと要はは吹奏楽とかの場合は比較的こういうい 例えばシングシングシングなんか今みたいに叩いたみたいにこうオープンで叩くそのかわりこれスピードが遅れると同じテンポでもそっと踏んじゃうんじゃなくてスピードがいるんですよこのスピードがキープできるんだったらえーオープンでヒールダウンで踏んだ方が多分シングシングシングはうまくいくと僕は思います。ただまあ こういう風に踏んじゃってもいいし、まあ、バスドラが大きくなりすぎないようにしなきゃいけないんですがなぜかというとですね、えー、とウッドベースじゃないですかウッドベースってどうしても音量が限界があるんでそれをサポートするぐらい要はウッドベースのジャズの場合はウッドベースが主になっててそこにバスドラで支えてあげるイメージなんでウッドベースが主になってなきゃいけないよねでロックとかのね ビスを打つようにこう箱を打ってって間をベースが埋めるっていう,うイメージなんでそうするとここのビスはしっかり踏まなきゃいけないからだからヒールアップになるわけ要は打点をしっかり出してほしいって感じなのねだからその音楽によってやり方全部変えなきゃいけないんでポップスなんかの場合で響かせたいときは僕はヒールアップのオープンにしますが、えー、打点が欲しいバンドのときは踏み込みます だから何をもってそれをよしとしているのかっていうのはすごい違うゃヒールダウンでオープン。ヒールアップでオープン。ヒールアップでクローズ。ヒールダウンでオープンクローズを使うとしたら例えばサンバの。こういうこうスルドのサンバのスルドの音なんかの時はクローズと 形を使わなきゃいけないということですね、えー、というわけで全部使い分けなので、えー、その時の音楽によって僕はこうしたいんだっていうことがはっきり分かっていれば多分、えー、こういう風うにしたいからこういう風うにするんですっていうことがちゃんと言えれば、えー、まあ、指揮者の方とか先輩とかそういった方にもちゃんと伝わるのではないかなと思います理由もなく絶対それよって言われるのは多分その他のコメントでも書いていただいたみたいにこれは押し付けなのでまあ、ただ 僕は押し付けたとしても先輩と後輩の関係であれば先輩の前では「終わりました!」って言いながらえこっそりヒールダウンで踏むという。 私はずっとそうししていました。音数減らせって言われたら音数終わりましたってはっきり言っときながら音数倍にするみたいなね、えー、非常に鬱陶しいやつだったと思いますが、えー、自分のやりたいことと人間関係のバランスっていうのはこれはもうずっと音楽をやってる上ではついて回るのでそこら辺はうまくやっていくっていうこれはまた別チャプターになるかもしれないですけどということで頑張ってやってみててやみください。い本日は以上になりりまます。ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。 今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします私のメールマガジンがありますので詳細の欄から URL がありますからそちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください毎日僕からメールが届きますジャズドラムのこととかジャズの歴史のこととか心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますのでよろしくお願いします 三大特典もついておりますのでぜひご検討くださいそれでは今日は最後までご視聴ありがとうございました黒田和義チャンネルでした